では近藤さんよろしくお願いいたします。みんなね WBC っていうのはねみんな選ばれたいけど投げたくないんですみんな、ね、であのけオープン戦のちょうど始まってそろそろ開幕するかっていうからもうみんな注目してるじゃないですか。だからねみんな WBC には選ばれたいだけど打たれて恥かきたくないって思うんですから選ばれたいけどみんな手挙げて僕頑張りますって言うけど本当ね行けったら渋々行くけど一回投げたらもう帰ってきて交代したがるんですよ。だからバカお前が行かなかったら誰が行くんだよ。いやもうダメですよ行ってこい。ダメだったら変えてやるからとにかく行ってこいって言ったら渋々行くんです。3人で押さえて帰ってくるんですね。千賀なんかすぐ3人で帰ってくるからもう一回帰っていやもうって言うからいいとにかく行って投げてこい。ダメ打たれたら変えてやるからおいそう言いながらだましだまし3人行くわけです。もう帰ってきたらもうダメですって言うんですよ。じゃあ変えてやるって言ってそれそういう面白い話があるんですよ。かすりもしないですもんね。あれだけ投げてたら疲れることはないだろう。もうまだいつまでも行きますよって言うけどね行きたくないんです。恥かきたくないんです。千賀でも選ぶのやめようかと思ったんですよ。投げるとフォークボールがバッターの3メートルぐらいまで落ちるわけじゃないですか。こんないくらなんでもこんなピッチャーを使うわけにはいかんと思ったらねその3メーターぐらいまで振るわけですよ。あやっぱあのボールを振るっていうことはやっぱ入れなきゃしょうがないなと思って。あんなとこにワンバウンドするようなピッチャーはねこんなもんやっぱいくらなんでも入れたってフォアボールフォアボールじゃと思ってたらそしたらやっぱ出したらお化けフォークが。